から1桁のサも,もらえるもう一回3と5をつけれる114番からスタートです <music> どん底からはやがるぞ53歳すぎても打てるんだ <music> 皆さんきよちゃんスポーツが始まりました YouTube よろしくお願いいたしますきよさんはい始まりましたね 始まりましたね。昔僕はあまり YouTube ほとんど見なかったんですよ。はい、それでいろんなその野球の番組をその見るようになって、いや自分もちょっと少年ね子供たちに野球のこととか、そうですね。え自分の経験したこととかそういうの発信できたらなと思ってなるほど。はい。いいじゃないですか。 そうなんです。あの清原和弘が。ええー。ユーチューブを自分のチャンネルを立ててやるっていうのは。はい。もうこれはもう本当自分のためにもなります。そうですよね。はい。頑張りますよ。本当頑張ります。やります。よ、やります。本当なんでもやってくれます。清さん。やります。ちなみに今まで何してたんですか。執行,行。 キャンディです。<laughs> いやいやいや、<え>それは分かってるんですけど。<laughs> はい、いやじゃもうちょっと聞きますけど、出稿いう期間中は何してたんですか。いや何もしてないです。だから、えー、これが本当に出稿いうを開けて、えー、あの初めての仕事です。仕事っていうか皆さんに清原和弘はどういうことかっていうことを教えるあの人間かってあと僕はその野球でやってきたんで。 その野球のことを皆さんに配信したいなと思って。<ー>はい。ちなみにいつ出稿を上げたんでしたっけ？えっと6月の14日ですかね。えー、6月14日。はい。今年の。上げたんですね。はい。でもその思いも背中になんか俺。はい、背負ってますよ。背負ってますよね。今日は。い。ちょっとお見せしてもらっていいですか。いいすかその意気込みっていうかなんか背負ってるんで。はい。何を背負ってる？あれ？ ヒヨさんだって現役の時、5番と3番じゃないですかいや、そうなんですけど<れ>、うん、あの、これは流地番号なんです十あ <laughs> <laughs> の流地所で114番と呼ばれてたんではい <laughs> それの T シャツ作ってきたんですか <laughs> 作ってきました、今日のためにやっぱそれをやっぱり忘れるなっていうことでですかそうです育成枠からみたいなもんですねそうですねまさ <laughs> におっしゃる通り、育成枠からええ。 しとけたの背番号ゴもらえるように。そうですよね。もう一回三とゴーつけれるように。やると。はい。百十四番からスタートです。いやー、これなんでキヨちゃんスポーツにしたんですか。略してキヨスポなんですけど。キヨスポ。はい。なるほど、言いやすいですね。そうですね。ええ。あのトースポからーパクテルラジネなシですか。<laughs> 現役時代も相当トースポー乗ってましたもんね。そうですね。ええ。だからトースポー的なネタも。ええ。 やっていいきたなっていうなるほど清原さんしか知らないスポーツ情報ですねそうですねあそれ楽しみだなそうですねまあギリギリのとこ攻めたいなっていういやこれは楽しいそれかマルキル層かマルキル層を伝えちゃダメですよ清さんもそれいやトースポそうじゃないですかまあそうですね清スポも本当かよそかはあなた次第です なるほどねじゃあ、ちょっとやるにあたってですよ、きよさん、はい、いや僕らもね、はい、やっぱり業界でこうやってやってますから、はい、ちょっと心配なんですよ、大丈夫ですよね、こっちですかこっちだって、そういう手はいいんですよ、手しなくでいろいろ大丈夫ですねって言いたいんです、大丈夫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 だったらいいんですよ。ええ もうあの四、ー、年間クリアしてますし、ですね、あのー、毎月病院も通ってますし、その病院っていうのは、はい、それはなん,なんなんですか？僕ら詳しくないですけど、薬物の依存のその治療ですね。治療のそれで一ヶ月後と先生にこの一ヶ月どうでしたかっていう話をして、うん、まあちょっと欲求が出ましたかとかそういうを聞かれて、あと尿検査。 それだと自助グループに参加して。あのー。まあ、有名著名人の方ばっかりなんですけど。そこでみんなで話し合うっていう。あ,あ、そういう治療はやっぱりずっとやってらっしゃるんです、ね。あ、毎月一回。毎月一回は。はい。いや、そういうのも経て。はい。いよいよ。できると自分で判断してのユーチューブキヨスポ。そうなんですよね。やっぱりこう<ー>は開けた。 何かアクションを起こしたいっていうときに YouTube を溜まってましたやりたい馬力が溜まってましたね一<あ>人で違うあの YouTube 見ながら、はいまあ、ある野球選手はいろいろ語ってますよね、はいまあ、違うでしょうみたいなことがあったんですよそんな気持ちが溜まってました溜まってましたあ<ー>まあ自分の息子もね野球やってるんで、ね、優秀な息子さんたちって聞いてますよ野球、バッティング、スポーツに関して 自分の意見を伝えたいなって思ってですね。はい。だからスポーツってつけたんですね。そうです。格闘技も含めて。そうですね。はい。清さん意外に総合格闘技とか好きですもんね。好きですよ。ねえ。え猪木さんにビンタされたりとか。そうですよね。あ、アセコンドついたりね。はい、アキのセコンド入って、あいつらヌルヌルやって、もう大打撃ですよもう。 <laughs> いやいやまあまあまあいろいろありましたけどねそういうのもありましたけど、はい、はあじゃあでも清さんでも何でもやるとおっしゃいましたねやりますよ僕らもやっぱりせっかくだから清さんのチャンネル面白くしたいんで、はい、じゃあ何でもやるんだったら何でもやってくださいね何すかいや例えばですよ、はい、例えばもう清原さんっったら番長って呼ばれてるじゃないですかはい例えばこの番長 VS 心霊スポットみたいなのもやってくれるんですかいやそれは怖いでしょ <laughs> いやそういうそういうのはまあ、えー、よくないですよそういうのはそういうのはやらないそういうねあのーえー、あ何でもやります何でもやるんですかやりますでこの僕ら考えたた日本全国番長図鑑みたいなのはやるんですか <laughs> トラブルを来たらどうすすするんででか <laughs> <laughs> 大丈夫ですよねっって言って言きながら <laughs> 僕が言って殴られたらどうするんですかまあそうですけどまあ日本全国にはね清さんも番長って言われてたじゃないですかいやもうもうあえてトラブル避けましょうよもう,、うん、あもうやりたくないじゃこれは大丈夫でしょう清浦和弘の刑務所飯っていうのはどうですかええ刑務所入ってませんから <laughs> いや <laughs> 本当に流置所ですか <laughs> そうでしたっけあそこを整理しなきゃいけないな俺らも <laughs> いや刑務所と流置所の違いをまたそれを話しますよ本当ですか 刑務所は入ってないですね。入ってないです。あ、すみません。これはちょっと俺らのあれだ。ミスだわ。で、置所の弁士やったらできますよ。<laughs> 刑務所無しはできない。はい、なるほど。はい、こういうんじゃないっていうことね。はい。共産会僕はもうに。僕も東京出てきて、三十、はい。十八で出てきたんで。の、はい、東京都から。プロ野球選手ほとんど出てないんですえ それは俺らの感覚ではなかったですねほ,ほぼ西なんですよ日本全国のプロ野球選手はい東京で有名なのは松坂大輔鈴木誠也岩隈、えー、もそうかな<ー>野球人口の割合にそのプロ野球選手ほとんど出てきてないんですよやっぱそれは清原さん自身の観点というか、はい、気づいたことなんですかね僕ら結構いるもんだと思ってました で、他にいるかもしれないんですけど、圧倒的に西ですよね。これなんでですかね。やっぱ。特に大阪が多いのは、まず、まず、あの、阪神タイガース。うん、やっぱ、それ、一つの文化になってるんで。うん、僕らも小学校の時に、あのロックろ、六殺し音楽の授業で覚えさせられましたから。うん、だから、野球に対する、あれが違うんじゃないでしょうか、ね。なるほど。はい。確かに、大阪桐蔭強いのも。なんか。 そうですね。西ですしね。はい。確かに強いところは確かに。そうなんですよ。はい。それかすごい選手で出てくるのがあの北陸より上、大谷君とか。ああ。はい。岩手ですね。はい。東北。はい。山形じゃないですよ。なんで山形出したんですか。夏の甲子園の思い出ですか。いやもう一番の思い出ですね。山形フルボッコ。 <laughs> 東海フルボッコですねあそう東海大富士五湖喜王さん投げましたもんねあの甲子園の時はそうなんですようんもう最大の屈辱を味わわてあげましたよいやいやいやそういうのも含めてはい清さんじゃあもう今日12月12日はいススポスタートしますかはいこれがまた12月12日っていうのは僕は西武ライオンズに入団発表した日なんですそうなんですよねそここででえてての日にぶつけてきたんです この心意気がやっぱり伝わってきますよはいこの114番となんでそれ背負ってきたんですか今日やっぱりどん底からは上がるぞっていうなるほどそれで何でもやるとやりますこれで皆さん伝わったんじゃないかなどうですかねいや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 伝わったと思いますよあそうですかはいしまキオスポですからね もう一回確認しますけど、はい、清原和博の刑務所めしはやらないですよね全然入ってませんから <laughs> <laughs> 流置ですからじゃあこれ清さんまたじゃこれ1本目で放送しますこの意気込みは、はいはい、じゃあ2本目は、はい、清さんの、はい、とんでもない目標あるんですよね今ありますそれ発表しましょうか次回もう次回ですか、はい、ああ次回ですね、はい 次回発表しましょうこれはとんでもない企画になると思いますねはい。僕も聞いた時にちょっと夢あんなと思いましたそうでしょう。はい。さすがキオスポの編集長、はい、清原和弓夫だと思うん、これはね今まで僕が戦ってきた中でも一番厳しい戦いになると思いますそうですよねはい明るく楽しく厳しくはいそれをもっと、ね、いきますかはいじゃあ清さんはい次回。 重大発表ということでいいですかはい次回重大発表します今日の k i スポーはここまでですありがとうございました僕もその野球人生で悔いはないんですけどもうすぐ後悔はこいこれ僕にとってもすっごいプレッシャーなんですよ、ね、まあそこから始まるんですねどん底から早がるぞ五十三歳過ぎても打てるんだ